はい、どうも、ゆきです。今回は、サイダー、雪男サイダーという、もの。こちらは、パーキングエリアで購入しました。南魚沼市の、会社の、なんで、まあ、そこら辺のパーキングエリアかな。高速のね。原材料名が砂糖と酸味料と香料となってます。雪男サイダー。新潟魚沼の山中にいると、記載された雪男の名を冠したサイダーです。魚沼の天然水仕込み。そのまま飲んでも焼酎やリキュールで割っても。と書いてあります。うん、ね。これは日本酒のね、北越セップ。これ雪男っていう日本酒ありますよね。それのあれだと思います。魚沼さんの天然水使ったサイダーという。乾杯。うん。うわ。全然甘くねえ。っていうこともないか。ほんのり甘い。もうちょっと甘くてもいいんじゃないかな、これな。ほとんど甘くねえぞ。普通のサイダーよりか全然甘くないね。魚沼の天然水仕込みってなんか、正直普通のサイダーの方が美味しいな。ちょっと甘くなさすぎるな。販売者が青木酒造株式会社。これあれか、酒造の会社なのか。会社っていうか酒造が作ってるやつ。青木酒造。これ結局あれなの？雪男っていう日本酒作ってる会社なのかな？青木酒造。ちょっとググってみよう。なんかそれっぽい。ああ、隠れの会社だからやっぱそうだ。雪男の会社だ。てか、そりゃそうか。この、ね、この絵って、雪男って、これあれだもんね。日本酒のところに書いてるやつ。昔隠れってやつは飲んだことありますけど。はあ。別に隠れはあんまり、うん。俺は別に、美味しいとは思わなかったけど。でもこの雪男ってやつは飲んでみたいですけどね。見た感じ、ちょっとなんか、かっこいいっていうか。ちょっと、どんなものか、辛口雪男ってやつ。これ飲んでみたい。軟水仕込みを生かした淡麗辛口のお酒です。日本酒度がプラス7。うん。ちょっとこっちだと手に入らない。売ってるとこ見たことない。だったかな？あったかな？あったような気もするけど、どうだったかな。まあ、淡麗辛口。前飲んだ隠れ
の本醸造だったか。あんまり美味しくなかった。これちょっと甘いっていうかね。そんな辛口でもなかったから。まあそんな感じなんで。これはちょっとないな。このサイダー、普通のサイダーと何も変わらん。てか逆にまずい。甘くないんで。まずいし、なんか、ね。魚沼の天然水使ってたとしても、普通の天然水と何が違うんだっていう話、どころか普通の水でも何も変わらんわっていうレベルなんで、なんか、ぼったくられてる気分。これは、買わん方がいいわ。ということでお疲れさんでした。